はい、どうも、ゆりです。今回もホールアウト4続きからプレイしていきたいと思います。で、前回の、方で、ライブ配信でね、ちょっとやったんですけども、ガービーのクエストをちょっとメインで進めていったんですが、引き続きちょっとやっていきましょうか。はい。入植者のクエストなんですけど、ノードハーゲンビーチの入植者、オーバーランド駅の、入植者。はい。この2つですね。とりあえず、やっていきます。ノードハゲンビーチ。あれ、でもここ、前回のライブ配信の時でも、行ったんですけど、同じ人からまた新しいクエストですかね？とりあえずやっていきましょうか。そうそうそう。はい、ここ来ましたよね、おそらく。あれ、どこだ？あ、こっちか。本当に困ってるの。え、別の人かな。この方初めてですね。何が起きてる？ああ、助けに来たよ。何が起こった？レイダーたちに悩まされているの。食料や物資を盗んだり。あ、レイダーですね。脅して、無理やり奪っていく時もある。なんで反感？やつらのアジトは分かってるけど、はい、ああいう連中とどうやって戦えばいいのか。ケイトの反感が。わかりました、やりましょう。やってみよう。よかった、他に頼れる人がいなかったの。任せてください。よいしょ。ってことで、場所がここかな？リビアビーチ。まだ見つけてませんね。この下に、降りていきましょうか。そうそうそう。もう、レイダーは相手になりませんよ、さすがに。もう武器にもよるんですけど。たまにね、本当にミニガンとか持っている、レイダーかな？ミュータントか。リーダー持ってないかな。そう、結構厄介なんですけども。さあ、このまま下に行けば、いるかな。さあ、サクッと倒しちゃいましょう。お、え、ちょっと待って。パーマ来てない？普通にパーマ来てるんだけど、リーダーが。どういうこと？ちょっと待って。はまってる。場所がまずい。ほい。オッケー。ただ、そんなにいいパワーまではないですね。結構柔らかい。よいしょ。気絶。スパイクマスル。何これ、ドッカーマー。そう、このパワーマーはそんなに多分強くないですよね。ここ。よいしょ。ちょっと待って。なんかヘリも来てない？痛い。体力がちょっといきなりまずいんですけども。そうだ、前回からね、回復薬、すごい頻度で使ってるので、あんまり持ってないんですよね、HP の。回復できるアイテムというか。それがちょっとやばいかなっていう感じはあるんですけども。いや、本当にないな。待って、これまずいぞ。はい。ソフトシェル。これぐらいしかない。ちょっとあんまりダメージは食らわないように気をつけていきましょう。けど、リーダーどこいる？暗くてよく見えないな。そこいるか。よいしょ。当たってない。てか BOS やってますね。ミニガン撃ってる。リーダー。ここ。よいしょ。さあさあさあ。さっきのパワーマちょっと見たいんですけども。やってるよ。ここ。よいしょ。コンバットナイフ。レイダーマーと。待て、痛い、やばい、骨折してる。これまずい。手足へのダメージ軽減してるんですけど、普通に骨折しましたね。え、待って、回復薬本当にない。ちょっとさっきのパーマの方、やばい、撃たれてる。どこ、そこか。よいしょ。さあ、レベルが29になって、お、回復した。OKOK。待って、どっから撃ってきてる？上か。よいしょ。はい。OK、あとは感電ダメージでやりましたね。ちょっと一旦骨折が治らないと動けないんですけども。あれ、さっきのパワーマーの方の、あれは報酬どこ行った？見当たらないんだけど。あ、吹き飛ばしちゃったかな。はい。ちょっと降りて。これですね、スティンパック。よし、回復と、レイダーパワー。
1と2なんで、まあ、さすがにちょっと拾うほどでもないかな。まあまあまあ、ケイトに持ってもらいましょうか。うん、売ればね、お金にもなりますんで、一応持っておきましょう。スパイクマッスル、これなんだろう。さすがに防御力も低いよね。うん、まあまあまあ、一旦ちょっと預けて。 OK、 待て、まだいるな。プラットバグ、あっちか。虫一番嫌いなんですよね。毒ダメージが痛すぎる。リスの串焼きですね。回復どんどんください。うん、他にはないかな。イービアビーチ駅というか、今のじゃなくて中に入ってからが本番か。でこの明かり大丈夫。うん、他にはさっき落ちた方も漁ったから、どこから入るの？あ、ここか。OK。多分ここからが本番ですね。うん。ちょっとできるだけ本当にダメージを抑えながら、ちょっと行きましょう。回復はもたなすぎる。一応ね、買うことできるんですけど、しょっちゅう買ってるともうキャップが一瞬でなくなっちゃうので、うん。せっかくね、大量に貯めたキャップが。さあさあさあ。中は静かですけど、いるよね、でも。うわ、虫いるわ。箱。よいしょ。アットローチの肉。しっかり拾っておきましょう。ほい。さあさあさあ。うわ、ちょっと。どんだけいるの、ここ。やばいやばいやばい。ケイト、助けて。多いよ。よいしょ。すごい完成ダメージ食らう。待って、なんかアナウンスみたいに流れてるけど大丈夫か。よいしょ、やったですね。そこにスキル、何、どこ打ってる、上か。ええ、な、なにこれ、でかっ。伝説のラットローチ。伝説の虫とかいるんだ。はい、サブマシンガン、ロボットに与えるダメージ、なるほど、 50% でかいですけど、いや、でかいな、連接の虫。すーごい気持ち悪い。オッケー、こんなのいるんだ。で、ロボット。いや、そこの建物の中にもいますね。開けましょうか。おい、よいしょ。うん、ここ。ラットローチの肉も確か、調理できましたよね。ここで回復に以前も変えたいんですけども、まだいるな。ハイプライター、他にいいアイテムは、ちょっとけど見えない。ポテトチップスけど狭いよ。ターミナルありましたね、今。あ、レイラいる、声するぞ。あの奥かな。うわっ、それやばい、痛い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 。施錠されてる、こっちからは開けられない。開かない。で、そういえばね、ちょっと放置してたんですけど、最近。そう。スキルがね、だいぶ取れるようになってますんで、うん。ちょっと久しぶりに、何か取っておきましょうかね。なんか必要なものあります？取っておいた方がいいもの。正直結構、大量になるんですけど、最大 HP いいな。はい。これちょっと上げとこう、1。さらに次20上がる。で、あと4つあると。あ、これ便利ですね。結構、そのターミナル。うん。ハッキングのレベルが足りないみたいなんで、入れないとこあったんで、これ1上げて、エキスパートにも侵入。2個ぐらい上げてた方がいいかな。どうでしょうか。他に何かありますか？うん、エビーガン。おいでも放射のダメージ受けなくなる。ああ、いいですね。ちょっと便利なもの多いな。取りたいものいっぱいあるんですけど。お、え、
これほぼ必須じゃないですか。総重量 25? めちゃくちゃ便利ですね。これは取ろう。いやもう50ぐらい上げちゃっていいかも。これはちょっと便利すぎますね。うん。50で、あとは?あ、え?ロボットのハッキング?オンオフ切り替えで自爆を命じる。え?なんか面白いです。これは面白そうですね。うん、これも取っちゃおう。はい。しかもさっきちょうどね、ターミナルありますんで、いきなりなんかできそうですね、これ。いいぞ。あと、近接上げとこうかな。はい。近接やっぱよく使ってるんで、近接ダメージ 20%。うん、無難にこれか。素手のダメージ。はい、スリーの成功率。あ、ダメージ耐性。ここもまた上げれるようになってる。装備した武器を盗めるって何?やばいな。はい、ダメージ耐性。てかもうスキルツリーなくなってる。うん。これぐらいですね。で、早速このターミナル。ちょっとやってみて。パスワード。はい。とりあえず。あ、ダメだ。一回また離れましょう。失敗しちゃったんで。離れて。え、この隣のロボットって操作できるんじゃないの?ロックされてる。まだ触れない。うん。さっきスキルレベル上がったことによってどうです?ここ違う。これ ?OK。プロテクトロン、コントロール。で、ユニット起動。やりますか。はい。自爆を命じるとかもありましたよね。あれ?それ取れてなかったかな?どうだろう。デフォルト。デフォルトでいいの?今ちょっと適当にやっちゃったんですけど。多いな。はい。起動しましたね。ただこれ敵対しない?それが怖いんだけど。お、大丈夫そう。あ、ハッキングってある。これだ。すごいすごいすごい。初めてですね。ユニットを停止、自分、あ、これが選べるんだ。ちょっと自爆してもらおう。ちょっと申し訳ないけど。はい、いいっすよ。はい、ちょっと待って、今すぐ、うおー、ちょっと、何敵対してるじゃん。どういうこと?なんで、なんで、なんで。自爆にしたらさすがに敵対する?はい。ちょっとケイト若干巻き込まれたけど、大丈夫?うわー、すごいわ。あ、フュージョンセル。これでフュージョンセル手に入るなら、積極的にちょっと、やってった方がいいかもしれないですね。うん。なるほどなるほど。で、爆発物。いいね。いい。グレネード。痛い痛い痛い、ちょっと待って。若干食らっちゃったね、今。うお、びっくりした。何?え?罠か?ショットガン。超とバレル、ダブルバレルショットガン。痛いな、結構食らってる。スティンパック一回使うしかないかな。うん。他も、感染ダメージ食らっちゃいますんで。ここは一個使っちゃおう。さあ、そして、肝心のレーダーを見てないんだけど。え、待って、いるな。ここにもロボット。はい。ハッキング。またやりたいですね。セント。ダメか。さっきレーダーの声したっけ?どこだ?あそこか!いるわ!ちょっと待てよ。ここからじゃあ、通せないですね、テスラ家の。あ、いける。立ってる、立ってる。え?ちょっと待って、当たってない。ここ誰だ?うわ、そこにいるじゃん、普通に。ほい。そうそうそう。え?伝説?今、伝説いました?はい。あ、伝説のリーダーだ。OK。うん、ここ。OK。え?
何これ、血統差の新三馬、左足。攻撃が当たると 10% の確率で敵の近接武器も効果。お、え、強くないですかこれ。 10% か。でもないよりはいいんでね、全然普通に良さそうなんですけど。ラッパランドゴーグル、これも何気に初めてかも。今つけてるやつよりはでも防御力自体は低いか、さすがに。どうです？これですね。うん、今左足につけてるのがコンバットアーマー。防御力はちょっと下がるか。下がるけど、いやどうだろう、この特殊効果あった方がいいのか迷うところですね。あとサングラスじゃなくてゴーグルに変えることできる。ゴーグルどんな感じ。ちょっと今変えたんですけど正面向けない。はい、オートマチック。ちょっと向こう側行かないといけないんですけど、このせっかくなんでターミナルもやっていきたい。よし、若干経験値も入ってるんでね。でユニット起動。はい、また自爆命じて報酬をもらいましょう。起動中。はい、起動して。これもうそのままハッキングしちゃっていいのかな。うん、やりますよ。自爆開始。はい、回避せよ。これすぐ逃げないといけないですね。逃げて。はい、逃げる。なってる。ケイトやばいよそれ。やばいやばい、やばくない？ケイト、ちょっと跳ねて跳ねて、ケイト。ちょっと。あ、耐えてる。さすがケイト。今の距離で自爆耐えるってやばいな。オッケー。素材をもらって。え、ちょっと待って、ここどうやって入るの？入れる場所なくない？うん。あ、こっちからでいいのか。よし。誰かいるのか？さあ、いますね、普通に。え、敵？敵だよね。待て、グレネード。危ない危ない。よいしょ。テスラケの。痛い痛い痛い。すごいすごい。マシンガンみたいに撃ってる。おこ。いいですね、キャップ。で、この方からは。回復ないか。セラミック製ボールって何？謎のアイテムか。さあ、他には。待って。銃声しない？すごい。やり合ってるかな？痛い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 。待って。そこにもいるんですよ。けど先行ってくれない？目で。行ってほしい。ちょっと、見ない見ない見ない。そっちだ。そっちお願い。ちょっとね、道が狭すぎて、通れないですね。どうしよう。とりあえず回復しないとまずいか。ティンパック1個。突っ込んだ方がいいのか。行きましょう、もう。行っちゃって。ちょ、狭いな。何ここ。はい。よいしょ。死んだ。名前付き。ここ。よいしょ。あらの。どこ。そうか。はい。でもらいましょう。こことコンバットライフル、上から撃たれてる。はい、よいしょ。危ない。オッケー。さあ、まだいる。あ、ボスっぽい。死んだ。そうですね、名前付きの方が最後。ちょっと待って、体力やばすぎる。やばいぞ。え、あと何がある、回復できるもの。ラッツ回復。あ、ミュータントのやつ。かなり貴重ですね。ラッツも回復して、マイナス50って多分そういうことですよね。うん。HP も60。これでかいな。ちょっと今使うのもったいないかもしれないけど、これぐらいしか回復ないんで。サーカード。よいしょ。かかしかない。いや、待って。え、嘘。
え、何された今。そのままやられちゃったんですけど。いや、嘘でしょ、これどっから。うわ、そこからか。いやー、ちょっとやらかした。はい、ということで、ちょっとあそこまで一旦スキップしたいと思います。はい、ということで、戻ってきました。うん、さっきと、さっきね、戦っていた場所なんですけど、強行突破しましょう。もうセーブしてるんで、とりあえず今やられても安心です。うん、さあさあさあ、奥一体、ここにもう一体。さあさあさあ、ボスだけ結構強いんで気をつけていかないといけないですね。待て、頭を出したときにここ、よいしょ。さあ、とやれるか。あと結構敵に骨折とかさせてるんで、手足へのダメージとか結構上がってるのかな。たま、スティンパックとか落としてないか。回復が欲しい。待て、死んだ、いる。ここ、当たってない、よいしょ。もう惜しみなく使っちゃいましょう、ボスには。ちょ、落ちた、どこ。ショットガン持ってるんで、近接のちょっとダメージ危ないんですよね。ここ、よいしょ。 OK、 もうやれたかな。ティンパック倒しましたね。名前長いな。歯磨き粉。うん、で、それぐらいかな。奥に何かあったりしませんか。こっちからか。お、トランク、メタルアーマーか、壊れたランプ。うん、まあそれぐらいですね。あと、まだ漁されてないリーダーの報酬とかもらっといて。でも他にはないか、全部取りましたかね。うん、 OK ってことで、ここどうやって戻るんだ。それに来た道を戻っていかないといけないか、それともこっち側抜けれそうかな。うん、ハンディフェル、何に使うんだ。メンタス、バフアウト。あ、この辺のバフがそもそも薬物なんだ。うん、これを使いすぎると中毒になるっていう、まあ感じなんですかね。よいしょ。一応さっきの入植者のところに戻ればいい感じかな。ですね。この励み地。さあさあさあ、ちょっとダッシュで戻っていきます。待って。向こう側のレイダー生きてるぞ。痛い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 。痛いよ、無駄に食らっちゃったよ。はい。いや、何、大丈夫か。向こうにはどうやって行くんだろう。うん、扉とかはなかったですけどね。まあパッと見なんですけど、どうなんでしょうか。さあさあさあ、とりあえずクリアしましたんで、次の、まあ、入植者も、ちょっと待って、戦闘 BGM 消えないぞ、大丈夫。ついてこないよね。うん、よいしょ。いや、いいですね。ちょっとスキルレベル、まあ、今後どうしよう、うん、どれ上げていくとかちょっと考えていきたいんですけど、ちょっとあの数なんでね。上げていきたいもの多すぎますね。困るな、ちょっと。え、何、また BOS いるんだけど。はい、入植者クリアしましたよ。あれ、ました。はい、片付けました。レイダーたちを片付けてやった。本当にそんないいニュースを聞くのは久しぶりよ。いい、やりましたよ。ワークショップなんか使えるようになりましたね。で、またガービーか。オッケー、戻ります。うん、ガービー、はい。あと結構ラットローチ、うん、倒せたんで、まあ、一旦ちょっと調理とかもしてもいいですけど。は
何これ、レールライフル、こんな感じの見た目だったかな。さあガービークリアしました。あれ、ガービー中にいる、珍しい。ここ、ええ、なんか話し合ってますね。やりましたよ。居住地に手を出していたレイダーの件は対処済みだ。ええ、住民は協力を約束してくれた。そいつは素晴らしい。あのクズどもを連邦から永久に追放できる日もそのうち来るだろう。いつものごとくまた調べてほしいことがある。わかりました。地図をマークしておく。可能な限りの支援が必要だ。ぜひとも助けてやってくれ。すごいな、ガービーのクエスト大量にあるんですけど。ええ、マップアップデートからの、どこになりました？入植者と話す、今発生したクエスト、あ、これか、グリーントップ。うん、ちょっと一旦1時間だけ寝ましょう。これ回復できますんで。よし。スーパーミュータントが居住地を襲撃した。嘘でしょ。奴らのアジトを見つけ出して、また発生したんですけど。すごいな、もう止まらないよ、ガービークエスト。オッケー、まあ、とりあえずここ襲撃場所ってどこなの、設定したらまた出てくるか。近くワープして、うん、さあさあさあ、いやーすごいですね。これやっていったらなんかいいことあるのかな。ガーミーのなんか親密度が上がるみたいな。うん、ちょっと詳しくは分からないんですけど、なんかそのコンパニオンにも親密度みたいなあるっぽいんですよね。インスティチュートの命令を。ジントニゲいるじゃないですか。普通にやっときまして、ここからまっすぐかな。うん、行きましょう。ちょっと待って、ここは何、少しだけちょっと寄ってきます。情報車ヒューズ、いたいたいた、どこ、そこか。ちょっと厄介だな、その銃。うん、ここよいしょ。人造人間フュージョンセル回収できますんでね。うん、もう見かけたらちょっと積極的にやっていきたいんですけど。さあさあさあ、モールデン中等学校、え、また発見しました、新しい場所。うん、この辺も建物多いな。油は、さあ他には廃墟ですね、ここ完全に。うん、シンクホール、シンクホール。多くない、新しい場所。ここに留まらない方がいいよね。なんか危なそうですね。慣れましょう。ちょっと AP がない、よいしょ。ここのクエストは何でしょう。とりあえず話さないとわからないか。うん、話すってなってますんで。あ、来ましたね。 OK、 大丈夫、こんなとこに普通に立っていて。もう安全な場所ないですよ、この辺。あ、ありがたい、クッキングステーション。ちょっとだけ調理させてください。ラットロジグリル、うん、回復量少ないですけど、もうこれぐらいしかないですもんね。できるところはやっていきましょう。はい、さあ寝てますけど、ちょっと失礼します。はい、そうそうそう、次は誰を倒せばいいですか。ミニツメンか。いい、もちろん。その通り。ご用は。ペラルグールの集団が。グールか。この辺りで身を潜めてる。グールもやらな。最近は堂々とうろつき回るやつも出てきた。なるほど。このまま徘徊するやつの数がどんどん増えていったら、連中を誰かに片付けてもらわないと。うん。予想を見る。調べてみるが、何も約束はできない。それ以上のことは望めないね。いい。場所は？ここか。スーパーウルトラマーケット。なるほど。
一応発見してますね、この場所。通ったことあるのか、入ったこと多分ないですけど。行きましょう。これは何なの？その詳細っていうか説明みたいな一切ないんですけど、うん。何なんだろう、車？タイヤあるけど。はい。よし。このでかい建物か。多分入ったことないですね。行きましょう。グールが大量にいるということで。うん。まあまあ、今は、そう、ただラッツダメージの方が大きいんで、ちょっとマシかな。普通にレイダーとかミュータントよりは。さあ、さあ、さあ。います？早速。めちゃくちゃ静かですけど。ええ。あれというか、やられてない？グール。うん。普通にやられてる。キャップ。弾。え、ちょっと待って。グール、おお、いきなり出てくる。よいしょ。油断してた子ですよ。グールは。はい。あ、ぬか甲羅クアンタム。これありがたい。ちょっと待って、痛い痛い痛い。どこどこどこ。よいしょ。さっきまで静かだったのに。やっぱ急に湧いてきますね。フュージョンセル。なんで持ってる？あ、まあ。うん。ぬか甲羅クアンタムもね、全回復するんで。あるならもらいたい。ないか。光ってましたね、今だいぶ。中に何か入ってるこれ。カビが生えた食料。ダメでしょ。いろいろな市場を経験してきた。ええ。ドキドキ絶望して、料理用のシェリー酒を探し始める。どういう意味かわかる？全くわかりません。どういうこと？ターミナル。パスワードですね。ここ違う。テイク。どれだ？やった。これか。よし。ロック管理。とりあえずこれ解除して、しかもプロテクトロンまた操作できますね。うん。解除中で、あれ？あ、違う、ちょっと待って。施錠中。これ解除は解除でいい。よくて、プロテクトロン。うん。こっちですね。はい、また起動しときましょう。人格モードがよくわからないな。何なんだろう、これは。起動中。はい、起動しましたね。プロテクトロン、起動。そうそうそう。金庫と、他には何もない。戦前のお金って何に使うんだろう。よく見かけるんですけど。使い道が全くわからない。で、起動したプロテクトのどこだ？あ、そっか。びっくりした。はい。すごい音鳴りました、今。自爆開始。回避せよ。はい。逃げます。ここ。痛い痛い痛い。来てる？大丈夫。はい。おほほ。ケイト、それ耐えれるのやばいな。フュージョンする。ありがたい。こうやって地道にちょっと回収していかないと。さあ、他には。いや、いるな。おこ。グッ。よいしょ。いいっすね。鉛筆？なんで鉛筆？マグカップ。はい。さあ、他は？あそこにボスがいるっぽいか。あと、特に見れるとことかないですかね。うん。ここは解除できる。入ってきます。
いや、ちょっと待って。壊れちゃいましたね。ここ。オッケー。素晴らしい。ヤーピンが最近見かけないぞ。ヤグリル。うん、ここ。え、ターミナル。触れない。上から降ってくる。どういうこと？ちょっと。そんなこともあるの？はい。缶詰に行く。ミニ爪の服。レーザーバスケット。話がある？何？これ聞いた方がいい話。フュージョンセル。まあちょっと聞きましょうか。あれ？そこで待て。ちょっと消えちゃったんだけど話。すぐに答えないといけないあれ。大丈夫かな？聞けなかったよ。フュージョンセル。あ、めちゃくちゃあるんですけど。何ここ？24。いや、でかいでかい。なんでこんなに大量になるかちょっとわかりませんけど。ありがたいですね。さあ、他には。うんぐる。よいしょ。金のオイルライター。拾っときましょう。金もやっぱ使えますよね、多分、後々。うん。そうそうそう。うわ、広いな。向こうまで広がってる？そういう感じか。ちょっと待って、ケイトの指示がずっと出てる状態なんですけど。消せない、これ。はい。おー、グルスとか。ケイト来て、ケイト。やばい、ここ。カオス。おい。オッケー。あ、でも、ボスでもそんな強くなかったですね。そっちだ。近接の火力だいぶ上がってるか。まだ来てる。よいしょ。か？ケイトがいないんですけど。え、ジョシュ？待って、名前付き NPC やられてる。え、どうなってる？ケイトそっちでやってる。あ、いるいる。行こう。了解。こっちへ来い。移動しよう。キャンセル。指示消えたから。おお、伝説ワンパン。あ、上がってるな、これ。近接武器火力、うん、間違いない。ワンパンやばいでしょ。さっきスキル強化したからいいですね。強くなってる、強くなってる。完全に脳筋ですよこれ。待て、次から次へと湧いてきてるんですけども、ここ。 OK。で、伝説はどうですか？これ、あ、レザーアーマーか。さすがに微妙かな。うん、もっといいもの欲しいですね。木箱。これ何入ってる？やった。お、バフ系ぐらいかな。トランクと、お、フュージョンセル。何気に置いてあるんですよこれ。でかすぎる。このジョシュって方、やられてますけど、グールにやられたかな。うん。生きてるルートとかあるんですかね。名前付きだから。あるとは思うんですけど、どうだろう。さっさと出るだけかな。はい。え、何このドア。ちょっと。うわぁ。ちょっと、どこから湧いてるの君たち。痛い。よいしょ。ほい。動きが気持ち悪い。ここ。ほんと、急に出てきますね。抽選のおもちゃ、なんか拾っちゃったよ。使わないでしょう。か？情けか。うん。待て、まだいるな。そこ。よいしょ。さあ、他には、あ、まあ、大量です。電話、キャップ。ここにも置いてあるか。最高の密造酒。かわ、こっち側。繋がってるだけっぽいですね。よし。降りましょう。はい。よし、ここどこに繋がったんですか。あれ、
え、待って、まだ終わってないぞまだまだいるんですけど。はい、でも2体だけか。 OK。 ターミナルもそこにあって、え、まだここ外に繋がってるとかじゃないの、このターミナル。遠隔だ操作。開けましょう。すぐそこのとこ開く。はい、あ、開いた開いた、よかったよかった、繋がりましたね。よし、ってことで、戻りますか。うん、成果報告。よいしょ。さあさあさあ、倒しましたよ、ウール。で、次、さっきガービーが言ってたミュータントのとこ。うん、今、衝撃されてるって言ってましたね。はい。もう普通、そっちの方が優先だと思うんですけど。ウォーターポンプ。あ、これ確か回復できたかな。あ、できてる、できてる。ちょっと回復しておきましょう。あれ？待て。ちょっと視点おかしくない？はい。あ、でも回復してますね。よし。しっかり回復しといて。さあ、倒したんですけども、います？ OK。さあ、やってきましたよ、グル。うん。マットフルス。たちを始末してくれたのかい？はい、倒しました。問題を起こしていたグールたちは始末した。本当かい？そいつはすごい。あんたたちミニツメに感謝するよ。キャップ、もちろん今後は協力させてもらうよ。よしよしよし、さあさあさあ、いい感じですね。で、またガービーのところとりあえず戻るのか。うん、あれ、襲われてるみたいなクエスト発生してないな。続けてやらないといけなかった、もしかして。どうだろう、どっちも入植者のクエストですね。うん、まあ、とりあえずまた一回戻りますか。一回一回一応報告しておきましょう。続けてもそのまま行っちゃっても、まあ、多分いいとは思うんですけど。はい、素早く動こう。ちょっと待って、空やばいな。あれ、ガビは？仕事がしたいのか？ちか。毎回場所変わってる。待って待って、ラッツ食らってる。避難しよう。何か。やりましたよ、将軍。将軍と呼ばれてる、うん。住民を悩ませていたグールを始末した。それは喜ばしい報告だ。ええ。ただでさえ暮らしは厳しいのに、裏庭にグールがいたらたまったもんじゃない。あれ、新しいの発生しない？クリアなって。どう？あー、しないっぽいか。居住地からガンナーの襲撃を追い払ったという報告があった。ガンナーとは戦ったことがある。ええ。今回の襲撃はおそらく敵の防御を調べるのが目的だ。手を貸してやらないとやばいぞ。はい、はい。あ、さっきもこんな感じで発生した感じか。スターライトドライブイン。ガンナーの襲撃。あ、これもう受けちゃってますね。ディフェンド。まあまあまあ、やりますか、これ。うん。よいしょ。ちょっともうちょうど受けちゃったんで。すごいな、ガービー。これ無限に発生するの、クエスト。はい。どうなんでしょう、ディフェンドって書いてあったけど。どうしたらいい？近くいる？あ、話聞けばいいのかな。あ、なんか人いっぱいいるわ、ここ。あ、ちょっと待って。もしかしてビーコンオンにしてたからって感じ？あ、ダメだ。これ一旦オフにしないと。はい。さすがにちょっと多すぎますね。重たくなる原因でもあるんで。オフにして。お願いだから。ちょっと待てよ。まさかガンナーの一味？いや、違いますよ。本当に助けに来てくれたのか？もちろんです。BOS のヘリの音が。何があった？ガンナーだよ。数日前、奴、はい、らの集団が付近を偵察してるのを見つけて、小競り合いになった。こちらが反撃の意思を見せるとあっけなく逃げた。
でもガンナーがあんな簡単に引き下がるのはおかしい。守りの強化を手伝ってくれるならこんなにありがたいことはない。守りを固める。どういうこと？ゼロパー？はい、ゼロパーって 何をしたい？てか BOS 何しようとしてる？はい、なんか戦ってる？あっちで。そういうわけではないか。降りてきましたね。いや、ちょっと謎だな。守りを固めるって言ってもどうしたらいいのかさっぱりわかりません。あー、ちょっと待って、クラフトか、これもしかして。あんたなら助けてくれると信じてたわ。はい、違う。最後に爪が綺麗だったのはいつか思い出せない。なんかそんな感じしてきたんですけど。あ、そうだ、ワークショップでなんか追加するんだ。ちょっと今できないから素材もあんまりないし。うん、これあとですね。スロックの入植者、これはどこ？あ、ここ行ったことないですね。こっちがちょっと先優先かな。行きます。はい、そうそうそう。いや、何なんだろう BOS。 さっき誰かと戦ってたっていうわけでもないですけど、うん、すごいな、もううろちょろしてますね、あちこち。待て、いや、ちょっといきなりやめようよそれ。急に来るんですから、本当に。しかもあれ、上から撃ってくるパターンだな。逃げます。え、何？キャラバンガード。ええ、走ってる。何してるこんなとこで。ええ、危ないよ、ちょっと逃げた方がいい。はい、お、何か持病でもあるのかい？ドクターウェザーズ。私をからかいといただけなんだ。え、治療してくれるん？嘘でしょ。ために補給品が必要だ。ちょっと待って、この医者戦うの？戦える医者。おい、近接優勝からの、うん、ガード、ここよし、いいですね。え、なんか2人目の医者発見したぞ。たまたま。 OK、 ありがたいありがたい、治療してくれる人が増えた、これで。え、なんかバグってない？埋まってる？大丈夫か？傷つけないなんて思うなよ。キャラバンガードがめちゃくちゃ戦ってるんですけど。あ、医者ですよね。なあ先生、外の世界は危ないが、そいつはいいことでも。ちょっと待って、安全だったら話させてよ。本当に医者？お前は本当に医者なのか？うん、医師かだって。私の学位を見せてやろうか。お前のようなお利口さん。後ろとんでもないことになってるんですけど。私はこの辺じゃ人気者なんです。ちょ、話してたのに邪魔しないよ、本当に。よいしょ。スティンパック、火炎放射器と、まだいる。ちょっと先やないとダメか、まともに話が聞けない。グレネード、ここ痛い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 。ちょっと連続連続。よいしょ。キャラバンガードとちょっと共闘してやっていきましょうか。ちょっと見れないよ中身。スティンパック使って、はい、ちょっと待って、ちょっと漁れない、報酬取れない。バグってるよもう。はい、ここダメだ。よいしょ。さあ、近接の火力上がってますからね。まだいる。うわ、やられてるわ。おお、 G、 うん、上から撃ってきてる。どこだ？あ、上だ。それ厄介だな。ちょっと成功よその場所。はい、登れないですもんね。おお、なんか吹っ飛んだ。オッケー。ちょっとまだいますけど、もうこれだけ離れてたら大丈夫でしょう、さすがに。せっかくなんで治療もしてもらいましょうかね。うん、
よいしょ。さあさあさあ、こっちも来ないでよ。お願いしますよ。話す。このドクターにどこが不調か相談しろよ。キャップさえ出せれば全部直してやるよ。ドクターウェザーズ、お前は本当に医者なのか。いいことを教えてやろう。それとも足マッサージがいいか。私はキャップを稼ぐことにしか興味がない。まあ一応人助けもな。お金にしか興味がない。大丈夫か。君の金を。私は物を持っている。はい、マスティンパックとか普通に持ってますけど、ちょっといらない武器とか売りましょうかね。うん、レーザーマスケット、この辺いらないかな。多分使わない。よいしょ。重いんでも全部売っちゃって、これもいらないかな。はい、取引で、治療。外の世界は危ないが、そいつはいいことでもある。うん、安全だったら医師は用済みだろ。いや、久しぶりに新しい医者見ましたね。症状を教えてくれれば。うん、体力。あ、ちょっと待って。いや、終わった。これからも体を大事にするんだぞ。はい、いいかい。ラッツを一旦回復して、ラタウェイ。よし、これで治療してもらいましょう。外の世界は危ないが、そいつはいいことでもある。安全だったら医師は用済みだろ。見ない見ない。何がおかしいか見てくれ、ドク。なんだ。はい、何か症状が見られるなら教えてくれ。いや、なんか新鮮ですね。やられた。大したことはないが、感染症になる前に塗った方がいい。そう、ダイヤモンドシティのドクター・スーンだったかな、あの方にしか治療してもらったことないんで。こんなところにいるんだ。他に何か困ったことはあるか。あ、いや、もうないですよ。自分は健康だ。ああ、大丈夫かな。他にはない。じゃあ行っていいぞ。病院でもないよね、ここ。それでここもしかして病院。はい、中にも人がいる。アーレングレス、グラス、アーレンのターミナル。え、触っていいのこれ。はい、個人的なメモ。場所的には、はい、全然病院じゃないですけど。あ、さすがに盗みになるか、この辺は。よかった、やっと二人だけになれた。何、二人だけ。どういうこと。はい、まあ、特にない。あの人たち、以前はコンバットゾーンのタールベリーでとんでもない飲み物を作っていた。飲み物を作っていた。え、多いな入植者。ここにもいる。よいしょ。ワイズマン。スロックへようこそ。ここは連邦唯一のタールベリー畑だ。はい、タールベリー畑。この感想はどうかな。素晴らしい。古いプールにタールベリー畑を作るなんて素晴らしい知恵だ。水を張って泳ぐのに使えるだろうけど、そんな馬鹿げたことは誰も言わないね。そう言ってくれてありがとう。ここを偶然見つけたとき、こんなものは見たこともなかった。これを何かに利用しないともったいないように思えたんだ。うん、おそらく気がついてると思うけど、ここにはグールしかいない。あの最低野郎の市長に他のグールと一緒に放り出されるまではダイヤモンドシティに住んでいた。俺たちグールにも歓迎されていると感じる場所がきっとあるはずだと思ったのが、このファームを始めたきっかけだ。なるほど、頑張った。自分たちのためによくやったみたいだな。そうだな、出だしは好調だ。それにこれまで取り組んできたことは全て誇りに思うよ。でももっとやれることがあると思う。ここが他の場所で歓迎されないグールのための隠れ家以上の存在になれるとしたら、これが俺たちが一緒に全力で何かに取り組んだ時に実現できることの例になりうるとしたら、誰しもがここに来るのを楽しみにするような安い値段でいい作物があって笑顔あふれる場所にしたいんだ。もう一度人々に俺たちのことを見てもらえるかもしれないだろう。それなら多分化け物じゃないってことを分かってもらえる。うん、助けになれるか。何か力になれることはあるか。実は手伝ってほしいことがあるんだ。おい、トレーダーがいないとタールベリーを販売できない。
キャラバンの安全なルートも確保しないと、スーパーミュータントの集団が近くを通るものを手当たり次第に襲ってる。トレーダーも被害に遭った。あの獣者どもの息の根を止めてくれたら一生感謝するよ。やりましょう。やってみよう。うん、やってみよう。ありがとう。もうブレイクハートバンクスよ、うん。いや、そういうなんかグールとか受け入れる場所ってありましたよね。なんかハンコックの、うん、どこだったかな。そう、グッドネイバーか。ここが確かそうだったんですけど、ブレイクハートバンクス、あ、ここか。うん、まあちょっと上の方ですね。はい、ということで、まあちょっと今回は時間的にもちょうどいいので、ここまでにしたいと思います。まあ、次回、ここに行って、スーパーミュータントかな、うん、まあ、倒していきましょうか。はい、ということで、いや、ちょっといいですね。新しい医者も今回見つけれたんで、場所覚えておこうかな。今いる場所が、はい。でも、なんで畑にいるんだろう、医者。これはちょっと謎ですけどね。キャラバンガード来てる。え、なんでこんなとこ座ってる。はい、はい、ということでドクターウェザーズですね。医者とかも今後コンパニオンみたいな感じで仲間なるのかな。それも楽しみなんですけど、はい、ということで今回はここまでにしたいと思います。よかったらチャンネル登録、高評価、そして X のフォローもしていただけると嬉しいです。今回もご視聴いただいた皆さんありがとうございました。それではお疲れ様でした。